はいどうもこんにちは。注文する人がいないからこそ貴重なマクドナルドのスイーツ動画、グデ玉、あこれ第1回だ、多分第1回、グデ玉。なんかこのキャラ自体が、あクーポンでね270円でした、270円。何これ、どうなってるのこれ。へえ、よくわかんない、よくわからない、なんかあれがついてる。そしてなんか汚れないようになってるのかな、これは。今日はちょっと外して食べていきましょうね。なんだろう、まあ、何味ってやつやってるんですよ。なんかツイッターのキャンペーンで何味かをつあの答えるとなんかがもらえる、なんかでかいねグデ玉がもらえるって。グデ玉っていうのがそもそもなんかキャラクターでいたらしいんですけどね、僕マックのキャラクターだと思ったんですよ。でもそうじゃないみたいで、サンリオのキャラクターらしくてね。まずこれこの液体食べよう。てかなんか見た目と全然違うじゃんねえ、見た目と全然違ったよね。まあいいや、別にそういうところはね、あんまいいです、別に。あの持ち帰りなんで、あんまそこら辺はね、うん、クレーマーになっちゃう。あ、プリン、プリンだ、うん、ただのプリンだね。これちょっと食べてみようか、このスポンジ。スポンジがね、すごい卵の味がする。何の味だろう、何の味かな。あんまりスポンジはほんと少しだね。あ、これもしかしてもともとアイスだった。あ、うまい、プリンの味がする。お店で買って5分くらいかけて家帰ってきて、でそっから多分ね今10分ぐらい経ってるんですよ。だから多分ねアイスが溶けちゃってるの。今日寒い日なんだけどね、6月にしては寒い、だ梅雨で雨降ってて寒いんだけどね、溶けちゃったんだね。だから見た目がさ、もうなんか全然ごちゃごちゃなってたのは多分溶けちゃった、アイスが溶けちゃったからこうなったんだと思うな。うん、味はねプリンにすっごいしっとりしたスポンジが入ってるって感じ。スポンジの味はねよくわからんな。冷たい、うん、冷たいですよ、冷たい。あ、わかった、これだとスプーンが落ちちゃうかもしれないから、だからこうなってるのかな。かわいい箱ですね。紙なんでね、あ、サンリオって書いてある。13。紙なんでね、再利用はできないですね。うん、ちょっとまあ硬い紙だけど、ちょっとまあでも再利用できるっちゃできるかな。こうやって食べるんだろうね、多分。ちょっと今ね。チキンクリスプ食べた後でね、お腹いっぱいになっちゃってね。甘いな。うん、帰ってきました。甘い。後で食べます。だからあれですよ、味で決めたらプリンとソフトクリーム、プリンとソフトクリームの味だよ、うん、ソフトクリームベースにプリンを追加してで混ぜてるっていう、そういうやつです。太る。以上です。